皆さんおはようございます。ペンジ満載です。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。今日は3年生常用漢字の下にですね、説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては縦長の字になりますね。それではまず最初草冠ですね。で草冠は縦線が2本ありますが、上を長く下を短く揃えるという感じですね。そうしないとここのスペースが空きすぎてかっこ悪くなりますので、いいでしょうか。上を長くで、頭の高さは右を高く左を低くですね。で横線、この横線は右上がりをあまりさせないようにしてください。もうまっすぐでも結構です。でこの横幅の長さは下の何という字よりも幅を短くしてくださいね。はい、滑らか右上がり、上を長くして、でも頭を少し下げて斜めに押さえて、少し斜めに押さえて、立ったのの字ですね。で足を揃えて短く、で続いて左側のこの縦線の少し横ぐらいでしょうか、終わりの横ぐらい、ぐっと押さえてのの字。まず最初は人弁みたいな感じですね。スリムな人弁を書いてもらいます。斜めに押さえて、ここ今日のお手本は少し微妙に斜めになっております。これもやりすぎる必要はないですね。まっすぐでも結構です。で跳ねる側よりも少し足高くですね、ちょっとだけで結構です。で続いてこっから書きたくなりますが、少し離れたところからですね、スタートいいですかね。でふっくら右上がり、長くですね。草冠よりも長くっていうのもそうですし、ここの後に出てくるこの縦線のところよりもちゃんとしっかりとはみ出てることが大切ですね。ここがちょっとだけはみ出てるだけだとかっこ悪いです。しっかりはみ出してくださいね。ふっくら右上がりで内に入って、斜めに押さえてから、これも斜めに押さえてからやった方がいいと思います。斜めに押さえてからまっすぐ降りていって、ピッと。で次口ですね。口は今書いたこの四角の中の真ん中よりも少し上の方に書いてくださいね。斜めに押さえてつぼめて、はみ出すこと前提なのでちょっと長く書いてあります。でふっくら、頭ふっくら右上がりで、右側もしっかりとつぼめて、右上がりで閉じながらこちらもはみ出してください。2箇所はみ出ます。ですかね。でこれもまあ悪くはないんですが、横長に書くとこういう感じですね。いいでしょうか。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。